熊本地震の本震が発生して丸2年となった平成30年4月16日、阿蘇市では市長や市役所の幹部職員らが黙祷を行い、地震で亡くなった人たちの冥福を祈りました。午前10時、サイレンの音に合わせて佐藤市長ら課長以上の幹部職員およそ30人が市役所玄関脇で犠牲者が多かった西方向を向いて1分間の黙祷を行い、阿蘇市の復興への歩みを確実に進めることを誓いました。黙祷の後、佐藤市長が、熊本地震の教訓を忘れず風化させることなく、より安全で安心な阿蘇市を作ってまいりますと追悼の言葉を述べました。あの時のすごく大地を揺るがした地震、今でも忘れることができませんし、今でも蘇ってきて、すごくあの恐怖感というものの中において、行政は改めてしっかりと安心安全な防災対策に向けての対策というものを作っていかなければいけないということを今日また改めて感じました。